お父さんが、お前次の点になったら、はい、わかりました、うん、わかりましたって言ったら、令和になったってこと。今のマリオカートスマホのやつでブレーキないから無理なんだよ、あれ。よー、日本の誇りを取り戻す。記念すべき第1回なんですけれども、やっぱり日本の本音ということで、日本の根源である、日本の中心である天皇、あの即位礼正殿の儀がこの前行われたんで、それについてちょっと解説していきたいと思います。令和元年ですし、10月23日、ちょっと古いんですけど、日経新聞から、天皇陛下が即位を国内外に宣明した22日の即位礼正殿の儀には186カ国の代表者が参列した。まあこれむずいよね。むずいっていうか、もうニュースでさ、もう来たらさ、もうペッてやるやん。まあ分かりやすく言うと、新しい天皇が即位したよーっていうのを海外とか、まあ、正式に国民に知らせるっていう儀式なんだよ。だから天皇陛下のお父さんが、お前次の天皇だ、はい、分かりました、うん、分かりましたって言ったら令和になったってこと。うん、そういうこと。はい、で10月22日にその式があったんですけど、何してました？10月22日は酒飲んだりね、コール打ったりしてるんでしょ、大学生って。ね、歌舞伎町で寝てみたいな。でマリオカートやったりね、スマホでこう。でマリオカートってあれさ、でもさ、ブレーキできないじゃん、だから嫌なの。1になってさ、飛び出くるじゃん。で前 DS だったらブレーキ踏めば2位の人とこうバーンって巻き込めるじゃん。でも今のマリオカートスマホのやつってブレーキないから無理なんだよ、あれ。もうそのままバーンなんだよ。うん、まあでもね、即位礼正殿の儀っていうのは本当にちゃんと知るとめちゃめちゃすごいことなんだよ。でじゃあそもそも日本の天皇っていうのは本当すごいですよ。日本って2600年以上の歴史があるんですよ。今の代が126代なんですよ。それが一度も途切れず今に至っているんですよ。だから日本って世界最古の国なんです。ギネスブックにもちゃんと認定されてます、日本が現存する世界最古の国だっていう。で例えば他の国見ると、デンマークが1000年ちょっとで、イギリスが950年ぐらい、エリザベス・ジョーンとか、エリザベス2世が950年ですよ。でアメリカはまだ240年なんですよ。でちなみに中国って長いと思いません？ウーロン茶とか万里の長城でなんか昔なんかやったとか、三国志のイメージ。でも中華人民共和国はまだ70年なんです。だから日本で2600年ってもう本当にすごいんですよ。で世界の権威の序列っていうのがあるんですよ。権威って何かっていうと、権威と権力の違い。あ、例えばじゃあ権力って、じゃあトランプ大統領がこう、あそこ攻め落とせって言ったら、軍隊がこう、はーってなって、もう行くんですよ、絶対。命令だから。これが権力。力、力。で、権威は何かっていうと、はーって、はーなんで、一緒なんですけど、はーってなって、誰もがはーってなるっていう、この、なんていうの？あがめる、この偉さ。わかって。まあ、とにかく力じゃないんだよね、権威って。もっとすごいもの、なんかはーって分かって。でその権威の序列が、天皇、皇后、王様、大統領、首相の順番なんですよ。で今ある国に当てはめると、天皇陛下、ローマ法王、エリザベス女王、トランプ大統領、安倍さんみたいな、うん、安倍首相みたいな。で天皇陛下がやっぱり世界で見て一番権威がある。だから今回もわざわざ即位礼正殿の儀に186カ国の外国の人たちが来たんですよ。はい、このチャンネルはですね、一人でも多くの若者に政治経済など社会事情に少しでも興味を持ってもらいたく発信しています。今日は以上です。日本の誇りを取り戻す。